日本関東地方千葉県市川市、宮久保宮久保は千葉県市川市にある地名。現行行政地名は宮久保1丁目から宮久保6丁目。郵便番号は272-0822。市川市北部に位置する。地域内は住宅街となっており、昭和学院が置かれる。隣接する館の東菅野八幡と共に文学者や小説家、作家に、 縁のある地で、作家、中津裕子が居住する。三丁目に、市川宮久保郵便局、東京米信用金庫、宮久保支店、五丁目に、宮久保小学校がある。東、南は、東菅野、西は菅田、東国分、北は、下、貝塚、蘇谷と接している。住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、 宮久保1から19から14の地点で15万7千円平方メートルとなっている。もともとは宮久保であり、すなわち宮のある久保地を意味した。久保の字が変化し、宮久保となったもの。2017年9月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。AB、町長別人口。 市川市、2017年11月6日閲覧、郵便番号、日本郵便、2017年11月7日閲覧、市外局番の一覧、総務省、2017年5月29日閲覧、国土交通省地下工事、都道府県地下調査、小中学校の通学区域、市川市、2017年11月7日閲覧、ありがとうございます。